花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂ね、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ、はい、ね、あ、これシックなこうシックお召し物ありがとうございますね。なんかシマウマみたいなシマウマじゃないか ね、はいはい。ということでですね、今日は素敵なですねゲストをご紹介いたしましょう。はい、早速ねご紹介いたしましょう。鈴木雄大さんです。ようこそ。どうもどうもようこそ。おいでくださいました。はじめまして。お願いします。先ほどね初めてお会いしました。雄大さんといえばですね、数々のヒット曲をですね、いやいやいやですか。いやいや、そんなことないと思います。いや、素晴らしいと思いますよ。ありがとうございます。いや、あれですか、もともとは鈴木雄大さんがその1980年ぐらいにもう学生時代にデビューされたんですか。そうですね、デビューしたのは学生時代です。まだ大学生でした。大学生ね。早いんですね。高校生ぐらいの時からミスタースリムカンパニーっていうロックンロールミュージカルの後ろでギター弾いてたんですよ。そうなんですか。それで、まあ、そのなんかいろいろなこうつながりが発展してデビューできたっていう。ミスタースリムカンパニーね、そうなんですね。すいません、なんかもう存じ上げなくてね。松下さんはあれじゃないですか。私はね、CD 買ってたの。大ファンでした。でしたっていう言い方変です。昔芝浦にほらインクスティックってありましたね。はい、あそこ行きましたね。本当ですか。はい、うわお、ずいぶん昔。今はあるんですか。その時スリム、あ、じゃあね、センチがバックだったんでしょ。そうなんですか、ね、その時私はセンチさんは、あ、その時からもうセンチメンタルスティールマンスがバックで、その時ちょうど、所さんと湯田さんがいて、杉江さんはいなかったんですよ。なるほどね。そういうもう古くからのそこからのなんかねつながりで、いやもう、そうなんですか、ね、うん、いや今回ね丸山恵子さんからご紹介いただいて、はいはい、水越恵子さんもね今度お同じことそうなんですよね。お世話になってね丸山恵子さんにはね、いや、そう、なんかいろんなご縁がね、で先ほどお話してたらなんかね、共通のまあ徳尾さんとも僕ね、何度かね一緒にやらせてもらったことありますけどですね、ね、まあ、長くやってるといろいろとねつながってくるものありますよね、やっぱりね。そう、稲垣ね、純一さんとか、はい、ミーシャさんのね、曲を、はい、稲垣さんはね一時期同じ事務所に行ったことあって、あで、サポートさせてもらったりとか、曲もよく使ってもらったりとか、うん、あ、そうなんですか。で、まあ、その事務所に2000年ぐらいまでいたんですけど、それから、まあ、作家事務所の方でいろいろこうやってて、それでまあ運よくミシャさんに一曲歌ってもらったっていうのはね、あれが一番大きかったですね、やっぱり。本当、うん、あれを。でもその前にデビューしたばっかりの時にね、南野陽子さんっていうのもあって、はい、あ、そうなんですか。あれも結構大きかったですよ。わあ、すごいですね。でもね、やっぱりね、すごいなと思いました、ね、びっくり。アイドルが強い、強いんですよ、ね、ほら一回なんだっけ、大河ドラマに出たじゃないですか、南野陽子さん。はいはい、出ました。はいはいはい、そうです、ね、あの時、まあ、だからずっとシューとこう売り上げこうなってたんだけど、うん、大河ドラマ出たって、またシューと。ああ、すごいね。ああ、そういうの全然違うんですね、これね、うん。テレビの力が。すごいですね。すごい。僕はもう40年、前なら暮らしをしてますんで。前なら暮らして。もう羨ましくてしょうがないんだけど。いやでもその才能がね、例えばミーシャさんだとほらレンジが広いじゃないですか。そうですね。だからそれを、うん、そういうね人に書くっていうのは、自分本人
作る人もやっぱ声が出なきゃいけないと思うんですかね。いやもう雄大さんもすごい、すごいもんね。だからもうあのね、あの YouTube 拝見させていただきましたけど、あどうぞ。いやこういう感じの歌歌えないとやっぱ作れないんだなと思ってどうですかね。すごい大好き。特に女性の方っていうのはあれですか、どやっぱか違いますかね、女性あ曲ですか。はい、まあ自分ではなんとなく女の人が歌ってるっていうイメージでね作ったりもしますけど、例えばあの曲その飛び方を忘れたの場合は、なんかちょっとホイットニー・ヒューストンが歌ってるみたいな気持ちで、あなるほど、ね、作ったりとかね、はいはいはい、まあ、ですよ ね、 なるほ ね、 ね。どちらかというと割とその R&B 系かあのスティービー・ワンダーとかね、そ う、 そういうあれがお好きですか。ロイク系がロイク系、そうですね、なるほど、ね、うん、みんな普通はこうビートルズから入っていったりするじゃないですか、はい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 、僕はどっちかというと、まあ、最初はフォークソングだったんですけど、竹尾さんとか、はいはい、でもあのビートルズの方には行かないで、ちょっとあのジャズとかブルースとかそっちの方に行って、それからカントリー行ったりソウル行ったり、あそうですか、ポップなロックに行ったりと。あじゃあでも僕割と近いかもしれないですね、うん、なんかね僕もどっちかというとストーンズとかビートルズはプレスリーとかも聞いてたんだけど、そのあんまりそっちじゃなくて、たまたまブルースとかちょっとなんとかな、うん、こう、うん、あの僕の方はね、あの筑豊のブルースですけどね、筑豊のブルース、あー筑豊ブルースという歌もあるんですけど本当ですか、渋いっすね、カタカナのブルースなんですけど、ね、あでも割とあれですよね、あの R&B の感じの走りなんじゃないですか、いわゆる R&B っていうなんか日本の女性が ね、 あいうんじゃなくてね、女性とか、うん、そういう、うん、あのあれじゃなくて、レイチャーズとか、そうですよね、うん、ビビキングとか、なるほどね、うん、そうですよね、ね今日早速ね、あの、はい、去年あの発売されましたけど、そうな君の場所っていう ね、 ね、あのアルバムお持ちいただいておりますけども、はい、Shape of You というね、はい、こういう今動画撮ってますけどもね、素敵なジャケットにしながら、後ろもすごくいい、これおだおだっている、ね、あのラジオでこれがとか言ってますけどもです ね、 素晴らしい、これ素晴らしいですけどもね、この中から1曲ね早速、はい、お届けしましょう、まず1曲目は何しましょうかね、はい、じゃ あのアルバムの一番最初に入っている曲なんですけど、はい、トラックは世界はラブソングを聴いてください、はい、世界はラブソング、いつもだ
はい、ということでですね、はい、話し込んでしまいました。ありがとうございます。いや、素晴らしいじゃないですかね。ありがとうございます。なんか本当に、違うよね。お生まれはどちらですか？東京です。ねえ、もう東京のサウンドだもの。そうか。そう新宿よくですよね。新宿下落合生まれ。そうなんですか。はい、いや僕はもう炭鉱町ですからね。筑豊の筑豊ブルースやっぱここが違うんだね。シティボーイと悪かったね。なんて言うんですか、カントリーボーイ。いいじゃないですか、ね。まあ、いやこれ本当やっぱりこの感覚だよね、うん、なんかこういう音楽聞くと安心する。私たちの年代はね。あ、そうですか、うん、今のはちょっとまだよくわかんない、うん、ことがあって、このふわりとかね、言葉が変なとこで切れたりとかあるじゃないですか。ね、多いからなんか、はいはいはい、っていう単語の途中でね。単語の途中で、うん、それ最近多いでしょ。多いですよね。なんでだろうな、あれおかしいと思うんだけどね。なんか小説ごとにこう言葉がなってないっていうのはね。うん、どうなんですかね。あれはあれでいいのかなと思って。言葉もね。ね。そう、すごくいいですね。まあ、自治臭いことも。そういう風になっちゃうのかな、まあ、私たちは。なんかね、この鈴木雄大さんの君の場所というね、アルバムですけども、これはあれですか、どういう風にお買い、求め、もうアマゾンとかで売っていますね。はい。まあ、あと僕に電話してくれても電話じゃメールです、ね、私に電話くださいってのあります。Facebook とあとブログやってますんで、そっちの方向、はいはい、君の場所 Shape of You ね、はい、雄大鈴木というね、このアルバム、これ素敵なアルバムになっておりますけどもですね、はい、今日はお便りの方はお便りね、ご紹介しましょうか。来てて、はい、来ててっていう、あれ、うわ、このすっごい違う、あ、これは先週のです。すいません。ごめんなさい。ちょっとメッセージからいきましょうかね。はいはい。カナオさん、おはようございます。おはようございます。雄大さんが出演することを事前に知りながら、うんうん、どうするか迷っていて直前のメッセージになってしまいました。はいはい。ご無礼をお許しください。雄大さんの母の手は、母の手、はいはい、母の手っていう歌が、はい、ね、あるんですよ。カナオさんのフェイスブックでお母様の写真を拝見しているときに私の頭の中に流れていた曲です。確かお母様の手を握ったときに感じを持ったことが、うん、きっかけで生まれた曲と伺っております。雄大、はいはい、さんとは2年半ほどお会いしておらず、うん、少々身勝手と思いましたが、うん、リスナーの皆様にもぜひ聞いていただきたいので、うん、ご紹介いただければと思います。雄大、ね、さんによろしくお伝えください。フロム赤飯。あ、赤飯。赤飯、ありがとうございます。おそらく今須賀川にいると思うんですよね。福島の須賀川、ね、うん。たまに僕も須賀川のプカプカっていうライブハウスに行くんですけども、そこでお会いしたりとか ね、東京のライブも見に来てくれたりとか。赤飯ってやっぱ中野徳子さんの、ね、お友達関係で僕も会いましたけど、うん、あ、そうですか、うんうん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。徳子、ね、さんも母の手好きなんですよ。あ、そうなんですか。今日はちょっとない時間があれば CD、うん、あ、CD がある、 CD もありますが、ね、じゃあもう一枚、うん、じゃあいいですか、うん、ご紹介しましょう。加納さん、松下さん、桜田さん、ゲストの鈴木さん、はい、タクリーこと井野です。桜満開でいい季節になりましたね。先日はライブお疲れ様でした。観客と一緒に盛り上がり生、ライブ最高でした、うん、リクエストはオンユアサイド、本日の鈴木さんとのコラボが楽しみです。はそれでリクエストをいただきました。オンユアサイド再開できるのを楽しみにしています。ありがとうございます。どちら、これはタクリーさん。あ、タクリーさん、ありがとうございます。お世話になりました。この間のライブね、鶴間のキューピーね、はいはい、もう楽しかったね、あれね。ねえ、うん、どうします、うん、リクエストはね、後で、うん、ね。そうですね。まだお話がまだ全然伺ってない。母の手っていうのはすごい私も好き、歌いいですよね。ありがとうございます。やっぱり。びっくりしました、母親がやっぱり介護必要になって、はいはいはい、こう手を持ってこう支えなきゃいけないって言われて、うん、で、まあ、物心ついてから母親と手なんかね繋いだことなかったんですよ、うん、ずっと何年もの間、はいはい、でもこうそういうのがあって、何十年ぶりにこう手を握ったら、うん、小さい時 に握
ぶら下がってた母親の手のなんか手の感触というか、うん、あ同じ手だって思って、うん、その手のこう握ったいろんな人と握手したりするけど手の記憶って別にないじゃないですか、はいはいはい、同じ手だってあこの人の手はいつもこうとかってなあんまりないけど、うん、やっぱりそんだけもうずっとこう頼ってというか、うんうん、ぶら下がってたんだなっていうのをそれがその時思っていやすごいことだと思って、うんまあ、それを歌にしたんですよ。なるほどね、うん、これちょっと出ます音あ出ます、OK、ちょっと聞いてみますか、はい、母の手、ええの途中ですいませんダミ声入りましてですね今日はね鈴木雄大さんのこの
君の場所っていうね、はい、CD をまあ中心にしてね、あのおかけしたいと思いますけど、この母の手っていうのは素晴らしい、ね、やっぱり感動しますね。そう言いときますね。ね、あのやっぱりその思いがやっぱりね伝わるっていうか、うん、やっぱりその何でしょう、あの言葉がこうちゃんと伝わるシンガーっていうか、なかなか今こうね、うん、残らないじゃないですか。そうなんですかね。なんかそういう気がするよね。歌伝力っていう、歌を伝える力、うん、ね、やっぱり自分もそういう歌にこう聞いて伝わるものにこう感動してる、はいはい、してきたっていうのがあるから、ね、なるほどね、そうですね。僕もそうやって何か伝えたいし、何かこう、そうですね、なんだろうな、幸せになってもらいたいっていう気持ちでやってるんだよね、やっぱり。ラブ&ピース。そうですね、やっぱそういうね、ユダさんコンポーザーとしても素晴らしいけども、やっぱり本人の 活動というかね、うん、今もあのライブとかもね、はい、なさってると思うんですけどですね、なんとかね、いろいろなんかあれですか、ユニット、そういう、もうね、いろんなユニットはこうデビュー以来やってきてて、はい、でまあ天才殿様バンドっていうのがあったりとか、はい、あとゼブラワンっていうのがあったりとか、ゼブラゼブラワンっていうのがあったりとかですね、あとモアザンパラダイスっていうのがあったり、はい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 、はい、あとなんていうの、イズユーっていうのがあったりとかですね。なるほどね、そんなもんかな。ちょこちょこいろいろ、あとでね、ちょっとスケジュールご紹介しますか。はい、そうしましょうか。ライブスケジュールありますので ね、 ね、まあ、そろそろ4月になりましてですね、我々もライブをね、やらないとね、やらないとね、どうしようもないと思うんですけどもですね、なんかね、ちょっとこう、うん、コロナさんがおとなしくなったところにシュッとライブ入れてね。そうですよね、みんなやっぱり歌を聴いたり、一緒に歌ったりとかね、笑ったりすることっていうのは免疫力がね、うん、高まるし、気分的にやっぱり力強くなると思うんですね、うん、みんななんかこう不安なに、テレビばっかりやってるから、うん、あんまり見なくなっちゃったんです最近ね。あ、テレビをね。なんか不安になっちゃうんだもの、うん、そう思わない、うん、全然見ないですよテレビね。だからやっぱりね、みんな明るくね、笑って、明日に向かって、ね、ラブ&ピースという、ね、はい、この今日の鈴木雄大さんのごとくですね、ましょう、はい、ひょうひょうとねやってこられたと思うんですけど、ひょうひょうと結構つらいこととかもありました。そんなないでしょう。どうだろうな、まあなんかないかもしれないですけど、でもやっぱり音楽があったからね、元気にこう立ち直れてきたと思いますよ、はいはい、なるほどね、なるほどね、今日は生歌もね、歌っていただけると思いまして、ね、やってきました。はい、楽しみに、ね、どうしましょう、先にこの君の場所の中からもう一曲しようご紹介しますか。そうですね、じゃあ、うん、君の場所の中からもう一曲じゃあ聴いてもらおうかしら、ね、はい、まあそれも最後でもいいですけど、あ、じゃあひげ取り先にやりましょうかね。そうですか、ありがとうございます、はい、なんかもう言っちゃってなんかそういう決まってないから、うん、ね、行き当たりばったりのこのね、カノンシロホのいい加減さですけどもね、ごめんなさい、音楽魂した番組やろうよ、もう13年もなったらさ。いや本当にね、雄大さんもラジオね、10年やられてる、何年やってるかちょっとよくわかんないんですけど、でもデビューした時ね、どこだっけ、福岡でラジオやったんですよ、FM 福岡、違います、RKB、 RKB、 はいはいはい、知ってました、 KBC とかね、 RKB やりましたけど、で喋ってたね、多分そんな、まあ、1年や2年だと思いますけど、そうですか、うん、RKB ラジオ懐かしいですね、ですか、お世話になりましたよ、 RKB 野見山さんって、もうちょっとお亡くなりになりましたけども、いろいろねお世話になりましたけどね、そうですか、なこともありましたが、はい、最近はFM 西東京っていうところで、はい、FM 西東京、はい、番組やってます。それ何曜日になるの。日曜日の夜7時からかな。ああ、1時間ぐらいですか、はい、そうです、1時間、いいですね、どうです、喋るのお好きですか。いや、あんまり好きじゃないんですけど。僕も全然好きじゃないですよ。でもまあ行きがかり上ね、喋らないとどうしようもないみたいなとこあるんですか、ね、でもなんかこうやってお会いできるから、僕の場合も、うん、早くからゲストの人入ってもらって、その、うん、
あの生歌を歌うような番組やってたので、うん、なんかその出会いがね僕本当に救いになってて、うん、あのなんか生きる張りになるんですよね音楽、うん、ね出会いとか、なんかねそういう、うん、あのでいろんな方とまた出会えるじゃないですかね、はい、でいろんなお話したりするのがね楽しみですよね、うん、今日はあの生歌ということで、はい、じゃやってみましょうか。何をやりましょうか。今日さっきもお話に出ましたけど、おあのミーシャさんに歌ってもらったやつ、はい、なるほどね。これはねなかなかないんじゃないですか。いつもピアノでやってるので間違えたらごめんなさい。ピアノの方がやっぱり多い感じですかね。半々なんですけど、はいはいはい、この曲はピアノで作ったんでピアノでやることが多いかなっていう、ね、でもまあギターで今日はやりますね、はい、はい、いきますよ、はい、ちょっと中二時が、うん、ということでね、あれお便り少し言ってみるか。大丈夫ですか。お、いきます。いい男だな、そのギルド。空を駆ける飛行機窓からビーをロス雲は雪のよう、あなたの住む場所へと向かって、この心は揺れています。季節も時間も全てが終わってく。ねえ見てよ、ほらオリオンが地平線に輝く。飛び方を忘れた鳥のように僕は
ックしとりましたあ、そうですか、なんかミーシャさんの歌の人気投票の11位になったらしいです、この曲、もうこの歌がね、だいたいあのほらあの歌唱力に自信のある人はこれを選んで歌うね、ね、うん、カラオケ、よくカラオケとか ね、あとあののど自慢大会とかね、そうです、ね、のど自慢、私知り合いの子がこれを歌って出て優勝したの、お、そうなんだ、うん、そう、全国大会もこれ歌ってましたよ、本当ですか、ありがとうございます、これはね素晴らしいよね、うん、またそのなんだろう、ちょっとまたミーシャさんとは違ったね、なんかやっぱり、ね、やっぱ作った本人なので、うんうんうん、やっぱりちょっと違う曲になるよ ね、ま、たやっぱりね、うん、まあ男性女性の違いだけではなくてやっぱりそれは、うん、あの気持ちが違うんでしょうね、作ったね、作ったと、僕もやっぱりあの、ね、シンガーソングライターなりたいなと思ったのは、いろんな人の曲聴いて、はいはい、あこの曲いいけどって言ったら、やっぱり作った人の歌聴くとね、うん、違うんですよ、なんかね、なるほどね、それでも確かにね、うん、ありますよね、うん、あの僕はその一般あのいわゆるその歌を提供したのはそんなに、まあ、柳葉くんとか、うん、あの一世風靡で踊ってたね、はいはい、それ、まあ、ぐらいしかないんですけど、うん、普通の人が結構その最近やっとね僕の歌をカバーしてくれるようになったんですよ、そうなんですか、それで普通、まあ普通の人なんですけども、普通の人ですね、いや普通の、だからねそこ普通の人が歌っていただく、ね、いただけるのもねなんか嬉しいんだけど、うん、全然変えちゃうんだよね変えちゃう、変わっちゃう、原曲が変わっちゃう、それがねまたかっこよかったするんですよ僕が歌うよりも、あ、うん、フェイクしてくれる、うん、特にねあの福島の方とかがね、あの、うん、なんか昔、ま、父が20年ぐらい前に亡くなった時に作った歌があって、うんうん、あのそれを歌ってくださったりとかね、最近 ね、 ね、あの、うん、するようなこともあるんですけどね、あね、なかなか僕のは自分の曲歌ってくれるの聞いたことないんですけどね、この間でもねあのちらっとあの YouTube で誰かが歌ってるのを見ましたけどね、いやそれはでもヒット曲をね散々、うん、あの書かれてるから ね、 歌詞だ、それはあるんじゃないですか、ね、それはねあのねヒット曲じゃなくて さっきのゼブラワンっていうやつの、はい、に作った曲をね誰かあの家族で家族バンドみたいなのを、ね、いいですね、カバーしてくれた、それは結構楽しかった、嬉しかったですね、カバーしてくれるのが最後ね、あのね、あのそういう声で歌われたらね、もう地区の人間としてはねやりづらくてしょうがないんだけど、いや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 、対決しましょうよ、対決歌合戦、いやいや、あのじゃあちょっと父のチューニング、先ほどあの、うん、お母さんのね、はい、歌が、あの、はい、雄大さん出ましたけど、僕父の歌をちょっと今日は一緒に歌って、はい、やりますか、なんか、さっき444に合わせてしまってねなんか変だなって、うん、なんか変だったんですけど、あの風の中で歌でっていうね歌ですけども、これはあの福島の方がね最初に歌ってくれて、なんかあの最近アミタメとかっていうね、あのあ、はいはい、タメちゃんとかのアミタメも最近 CD 出したんですよ、あのこの歌で、あ、そうなんですか、そうなんですよ、風の中で立てて、ね、タメさんもな、すごく古いんですよ僕、付き合いね、あ、そうでしたか、なんか結構共通の ねいますよ ね、 ね、今後ともよろしくお願いします、風の中でよろしくお願いします、ooh, ooh, 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 ooh
もの出会いはいつでも偶然で掴むことすらできなくて俺の体をすり抜けた金丸氏の風の中で盾をお届けしました。ありがとうございます。
ねえ、いきなり、ね、いきなりもうねやっていただいてですね、気持ちよかったね。ありがとうございます。ということでね、今日は鈴木雄大さんですけども、雄大さんのスケジュール、はい、ライブスケジュールをありがとうございます、ご紹介いたしましょう、まずは4月11日、11日ですね、雄天寺の、FJ's というね、雄天寺、はい、カフェ&ライブスポットっていうね、FJ's、はい、ここであの先ほど言いましたゼブラワンってね、エリちゃんとあの、エリちゃんというあの、はい、シンガーソングライター、はいはい、彼女と2人でサッカーチームやってまして、ボーカルウクレレの方ですね、ウクレレも、あのやって素敵ですね。で彼女と2人で、曲作ってるんですけど、はい、この、ゼブラワンのライブが11日でございます。はい、はい、これは雄天寺ですね、そうです、 FJ's、はいはい、そして、はい、ニューアルバム君の場所の方のですね、はい、ソロライブというのもございまして、これはあの4月の23日あ、この発売記念ということになりましょうか。そうなんです、これは4月23日、はいはい、去年5月にCD を出したんですけども、うん、まあ、あのいろいろライブがどん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 伸びていって、11月にようやくあの、はい、岡山、大阪、京都、名古屋ってライブ回ってこられたんですね。はいはいはい、でまあその時にあの東京ではあのフルバンドでやったんですけど、うん、あの地方へはあの戦地のユタさんと豊か、あ、はいはい、あの細井豊さんと細井豊さん、はい、マック清水さんってパーカッションの、はいはい、マック清水さん、はいはい、あのお会いしたことありますね。あ、そうですか、はい、3人でね、あの回ってきまして、うん、それを東京でもやってよということなんで、なるほど、横浜パラダイスカフェで23日4月の、はい、と4月23日ね、はい、これが横浜パラダイスカフェということで、ね、はい、それと28日が渋谷の七面鳥という、渋谷七面鳥、はい、はいはい、やります。なるほど、はい、皆さん来てください。これはあれですか、あ、 この時の七面鳥のメンバーもマクさんと、え、あ、3人ですね、細井さんと3人、はい、3人、これも楽しみですね、はい、横浜東京とね、はい、楽しみだと思います。パラダイスカフェ30名限定なので、ご予約を早くされた方がいい。そうですね、パラダイスカフェ、あの滝友原さんのところですよね、そうです、僕も何度かあの、はい、歌わせてもらったことあります、はい、これご予約がね、あのできればね、はい、早めに30名限定、よろしくお願いします、はい、で七面鳥の方は16名限定、ね、なるほどね、今やっぱりそういう感じになりましたか ね、 あんまりいっぱいになっちゃうといけない。あ、ね、そこそこ、うん、はい、なんかあれですよね、いっぱいしないと ね、 そうね僕知らないとこで、ね、それでだって大声出しちゃダメだって言ったら僕なんか歌うとこないもの。ですよね。声の立てて。そうですね。ということでですね、一日も早くね、皆さんね、本当に楽しめるような感じになることをね、期待しますよね。はい、ということで、今日は鈴木雄大さんですけどもですね、はい、お便りいきましょう。はい、これ興奮状態できてますよ。はい、今週のゲスト、鈴木雄大さんですね。これは、晴れた気持ちの良い博多です。うん、お、博多ね。方のミキさんですね。オイラの世代では名前を知らない人間はいない、すごい方、ドキドキしながら聞いてます。なるほど、なんとか共通項目がないかなって調べてたら一つだけありました、うん、ご出身が新宿なんですね、はい、オイラも、早稲田から夏目坂上がったとこなんで、うん、新宿です。ミッキーは何、博多のミッキー君って新宿で生まれたんですよ。新宿で生まれたの。そうですよ、うん、確かシャレトーね、シャレトーやろ、ね、普通なら予習していろんな曲の印象を伝えるところなんですけど、あまりにも多くてここじゃ言えませんでした。なるほどね、ただ本当に声が素敵でポップですよね、うん、最近改めて感じていることなんですけど、楽器も歌もやっぱりリズム楽器だってことです、うん、なるほどね、うん、そこから派生してリズムが良いってことは本当に大切だと思うんですけど、鈴木さんの音楽にはそれがありますよね。本当に心地よいです。なるほど、ちょっと興奮してまだまだいろいろ話しそうになるんで、この辺でとにかくあっという間の1時間を楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。カナオさんとしみさんの脅しもあって、しゅんさんのライブに行ってきちゃいました。いや、菊田俊介さんね、はい、あの久留米ファンキードッグ、そうですね、クラブファンキー曲、ありがとうございました、うん、最高でした。最高でした。あさって例の大胆な名前のお店、ブルースギターフォーエバーでのライブを楽しんでください。あ、俺ライブがあるんだ。ありますね。
自分の宣伝するのいつも忘れるね。ブルースギターフォーエバーですか。そうなんです。なんかね、元町にね、あの食事の美味しいとこ、あの、ね、元シェフの方がやってる割とブルース系の、あの、ね、ライブハウスが最近できて、そこで今度 ねランチライブをやらせてもらいますね。それ明後日か。そうですね。気をつけてやることやっていきましょう。そうそう、1時から、1時からランチ食べながらね、1時半スタート、1時から飲むっていう話になるんでね。あ、昼飲み。それいいのか悪いのか。ね、よかったらね、食事、ね、美味しい食事を食べに来てください。ぜひお待ちしてます。しっかりやります。渡辺武史と僕とユニットで、はい、松下としみと3人でやります。よろしくどうぞお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということでですね、あっという間にもう1時間になりますけどもですね、このアルバムの中からもう一曲、さっきのあれ、はい、じゃあアルバムタイトル曲をじゃあ、ね、お願いしますか。あれさっきアルバムどうした。ここに飾ってます。はい、ということでですね、このタイトル曲、はい、君の場所、君の場所。土砂降りの雨の中、世界中が海の底、濡れた靴は重く冷たく、まだ部屋まで遠いけれど、心の底の小さな場所、温かく乾いた場所があって、そこはいつも君のために開けてある。君の形にも君へ続いてさえすれば、希望の日は消えることはない、いつだって君の形に。
はい、ということでですね、素晴らしい曲を最後にご紹介いたしました。君の場所というね、いかがでしたでしょうか皆様。14曲入りアルバムですからね。14曲ですよ。素晴らしいですね。14曲結構飽きないですよ、ね、ずっと聴いてても。あのね、やっぱりね、曲の作り方っていうかね、うん、持っていき方がもう違うもの。何それ。もうちょっとね、いや撮ってますよね、うん、いろんな、やっぱね、そのアレンジにしても、あの、人飽きないように作るというね、うん、で僕は曲長すぎるのよ。そうですか、うん、だからね、今さっきの風の中とか短くしたもん、ちょっと短くした。6分とかあるから、あ、ね、長すぎ、大体もう 3分ぐらいで、もう1回で覚えるような曲じゃないと売れませんよね。まあね、上田さん。まあでも、もういや、そうでもない。この年になって、まあ売れる売れないはどうでもいい、ね、まあ、言いたいことを言うのはいいんじゃないですか、やっぱり。ね。そうですよ、もう今ね。健康でいつまで歌えるかっていう。そうそう、まあ分かんない、ね。明日はどうなるか分かんないからね。ねえ、もう言いたいこと言ってください。ということでね、あっという間の1時間でしたけども、はい、本日のお客様、鈴木雄大さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お相手は、はい、松下としみ、金尾よしろでございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は今はない。